歴代史第一七章。一サカル族の者は、トラ、プア、ヤシュブ、シムロンの四人。トラの子は、ウジ、レファヤ、エリエル、ヤフマイ、イブサン、シェムエル。これは彼らの一族の、すなわち、トラの頭であって、彼らの家系の勇士であった。その数は、ダビデの時代には、二万二千六百人であった。 宇治の子たちは、イゼラヘア、イゼラヘアの子たちは、ミカエル、オバデヤ、ヨエル、イシヤ、合わせて五人。彼らは皆頭であった。この人々に加えて、彼ら一族の者、彼らの家系の者で、戦いに備えた軍隊は三万六千人であった。彼らは多くの祭祀を得たからである。いっさかる全士族の同胞で、系図に乗せられた勇士は、 全部で8万7千人であった。ベニヤミンはベラ、ベケル、エディアエルの3人。ベラの子はエツボン、ウジ、ウジエル、エリモテ、イリの5人。これらは彼ら一族の頭であり、勇士であった。ケズに乗せられた者は2万2三3 4人であった。ペケルの子はゼミラ、ヨアシュ、エリエゼル、エルヨエナイ、オムリ、エレモテ、アビア。 これらは皆ベケルの子であったその子孫のうち彼らの系図に載せられた一族の頭で有志である者の,の数は2万200人であったエディアエルの子たちはビルハンビルハンの子たちはエウシュベニヤミンエフデケナアナゼタンタルシシュアヒシャハルこれらは皆エディアエルの子であった彼らは 一族の頭であり、勇士であって、一万七千二百人、従軍して戦いに出るものであった。シュピムとフピムはイルの子であり、フシムがアヘルの子であった。ナフタリの子はヤハツイエル、グニ、エツェル、シャルム、これらはビルハの子であった。マナセの子はアスリエル、彼のアラム人のそばめが産んだ。彼女はギルアデの父マキルを産んだ。 マキルはフピムとシュピムのために妻をめとった。彼の妹の名をマーカと言った。それから次男の名はチェロフハデ。チェロフハデには女の子供たちがあった。マキルの妻、マーカは男の子を産み、その名をペリシュと呼んだ。その弟の名はシュレシュであり、その子はウラムとレケムであった。ウラムの子はペダン。これらがマナセの子、マキルの子、ギルアデの子であった。 また、彼の妹、モレケテは、一ュホで、アビエゼル、マフラを産んだ。それから、シェミダの子は、アフヤン、シェケム、リクヒ、アニアムであった。エフライムの子たちは、シュテラフ、その子、ベレデ、その子のタハテ、その子のエルアダ、その子のタハテ、その子のザバデ、その子のシェテラフ、それに、エゼル、エルアデであるが、彼らはこの地の生まれである、ガテの人々に殺された。 彼らが家畜を奪おうとして下っていったからである。彼らの父エフライムは何日もの間、母に服したので、彼の兄弟たちが来て彼を慰めた。その後、エフライムは妻のところに入った。彼女は身ごもって男の子を産んだ。彼はその子をベリアと名付けた。その家が災いのさなかにあったからである。彼の娘はシェラであった。彼女は神及び下辺、 テホロンおよびウゼンシェラーを立てた。彼の子はレハフ、レシェフ、その子はテラフ、その子はタハン、その子はラダン、その子はアミフデ、その子はエリシャマ、その子はヌン、その子はヨシュワ。また彼らの所有地と居住地は、ベテルとそれに属する村落、東方ではナーラン、西方ではゲゼルとそれに属する村落。それから、 シェケムとそれに属する孫楽、そしてアヤとそれに属する孫楽に至る。マナセ族との境では、ベテシアンとそれに属する孫楽、タナクとそれに属する孫楽、メギド,とそ,ドとそれに属する孫楽、ドルとそれに属する孫楽であった。これらの地にイスラエルの子ヨセフの子孫は住んだ。アセルの子はイムナ、イシュはイシュビー、 ベリアと彼らの姉妹セラフ。ベリアの子はヘベル、マルキエル。マルキエルはビルザイテの父。ヘベルはヤフレテ、ショメル、ホタムと彼らの姉妹シュアを生んだ。ヤフレテの子はパサク、ビムハル、アシュワテ。これがヤフレテの子らであった。ショメルの子はアヒ、ロフガ、フバ、アラム。彼の兄弟ヘレムの子はゾファフ、イムナ、シェレッシュ、アマル。 ソーファフの子は、スアハ、ハルネフェル、シュアル、ベリ、イムラ、ベゼル、ホデ、シャマ、シルシャ、イテラン、ベーラ。エテルの子は、エフネ、ピスパ、アラ。ウラの子は、アラフ、ハニエル、リツヤ。これらは皆、アシェルの子で、一族の頭、エリ抜きの勇士、長たちの頭であった。戦いの時、軍務に就く者として、 彼らの系図に載せられたものの数は2万6千人であった。